安倍晋三、責任者出てこいとマスコミ批判、衆院選で。安倍元首相が3日に放送された言論テレビの中で次のような発言をいたしました。今回の総選挙、岸田政権としてこれから何をやっていくか示して選挙に臨んだが、マスコミは安倍菅政権を通す選挙だと言っていた。それで、大将、大勝ちしたんだから安倍菅政権が勝利したと言ってくれよ。 勝利したとは一言も言わなくなった。自民党が破れそうだという時には安倍菅政権の実績を問うなどと言っていたがどうしたのかな。責任者出てこいという気持ちですなどと笑いながら話されておられましたが。まあ、確かにですね、そのような報道がございまして、まあ、そもそも今回の衆院選、マスコミはまあ情勢調査も 出口調査も大きく外しており、まあ、対策を講じる必要がございますが、今のところそのような動きは出てきておりません。まあ、こういった調査、大きく外れてしまいますと、選挙にも悪影響を与えているものと思われますので、ぜ、ま、ひ、あ、ともマスコミの皆様には、まあ、様々な主張報道を行うのは自由ではございますが、まあ、最低限ですね、選挙の調査に関しては、 信頼できる方法で今後は行っていただき、まずは次の参院選において同じような失敗を繰り返さないように速やかに対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。